アルバーナを攻め落とせ。反乱は始まっちゃった。海軍も来てるみたい。状況は最悪ね。だけど止めるわ。船でちゃんと学んだのよ、諦めの悪さなら。俺たちは反乱を煽っているバロックワークスを止める。ビビちゃんはどうにかして反乱を止めるんだ。ありがとう、みんな。分かってると思うが、この戦場には例の変身野郎がいる。いつ仲間になりすましてビビの命を狙ってくるかもしれねえ。少しでも怪しいと思ったら仲間の印を確認するんだ。いいな。分かったわ、あの時のあれね。一味がアラバスタに上陸する直前のこと、ゴーイングメリー号に謎の能力者が乗り込んでくる珍事件が起きた。壁体が釣れた。彼は他人そっくりに変身できるマネマネの実の力を披露。ルフィたちは大いに盛り上がり、その正体を知らぬまま友情を育んだ。友情ってやつは付き合った時間とは関係なしん。だが別れ際、彼がバロックワークスのエージェントミスター2であることが判明する。一味はマネマネの実の力にどう対抗するか方策を練った。印なら罰がいい。なあビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。左腕に罰印をつけ、その上から包帯を巻く一味とビビ。少しでも仲間が怪しいと感じたら包帯を取ってその印を見せる。そう決めたルフィたちは円陣を組んで左腕を突き出す。これから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。今クロコダイルとの決戦に臨むルフィたちの腕には揃って包帯が巻かれていた。バロックワークスに先導されて戦いがどんどん広がってる。だけど止めるわ。まずはバロックワークスを倒しましょう。お姫様たちが来たみたい。諦めの悪い奴らだ。あの大砲を奪えりゃ俺が敵を一網打尽にしてやるのによ。数が多いな。まずは苦労しそうだ。助かったぜ。
ってる場合じゃねえってのに。三刀流奥義三世界三三三三三三敵はまだまだいる。早く片付けるぞ。もうここに用はないミスターゼロ、行きましょう。そうだな、クソどもを見下すのも飽きてきたところだ。始末させてもらうぞ。みんな死になさい。厄介そうな奴が来たじゃねえか。俺が相手だ。仕方ねえ、もう片方は俺が引き受けた。ここは私が守る。トウルトウルトウルなさい、いや一体、あんた、誰？俺の名はサンジ。よすらかに死ね。
貴様、一体刀に意志が伝わる。あとは俺に本当に鉄を切るほどの実力があるかどうかだ。刀一本、俺の技を受け切れるとは思えねえ。いいんだ、もう受けねえ。覚悟ありか、上等。一刀に居合い、死死孫孫。アトミックスパート。礼を言う。俺はまだまだ強くなれる。海の一流国だ。この国に手を出すな。サムサムトウルヤシャガル。この感覚を待ってた。サム、トロール。サム、サム、サム、トロール。36ポンド砲。サム、トロール。サム、レガリ。ここまで手こずるとは。わかった。タチキュークドラーキリソークラーキャレドラキレたぜ。まだ息があんのか。あんたの勝ちよ。殺しなさい。どうせアチシは組織に消される運命。何をグズグズしてんのよ。さっさととどめよ。いい勝負だった。もうそれ以上言葉はいらねえはずだぜ。ライバルとの友情の証。アチシ、アチシ泣かない。じゃあな。あ、とどめは刺すのかよ。マジよ、こっからマジ。お前の芸に付き合ってる暇はねえんだよ。そんそん36ポンド砲。36ポンド砲。
ず一足だ。サウトウルサウトウルサウサウトウルサウトウルサウトウル。これで戦いの勢いが少しでも弱まれば。成功しても無駄だ。どうせ海広場4時半に吹き飛んじまえ。お前らみてえのをまとめて吹き飛ばすためにある場所からここを砲撃する予定なんだよ。あの男ならやってもおかしくない。砲撃手を探して砲撃を止めなきゃ。サウサウサウ。攻撃するなら高い位置からのはずだ。高い建物の近くに怪しい奴がいねえか探すぞ。俺に任せとけ。悪いけど、サウの命令よ。念に念を。ちょっと、攻撃士の場所を教えなさいよ。ち、貴様らだって何度も目にしてる。そういう場所だよ。どうも。この感覚を待ってた。おい、怪しい奴がいたぞ。こっちだ。おい、ここに怪しい奴がいるぞ。てめえ、この広場を狙ってる砲撃手ってのはどこにいる。一番高い建物の上だって聞いたぞ。こいつまさか砲撃手か。すぐ砲撃手の場所を教えろ。ここから見える建物の中じゃねえかと。サウサウドウエンジマイを熱うおにっくや。砲撃手はどこにいるの。サウ答えて。一番高い建物の上だって聞いたぞ。クンクン、あいつ怪しいぞ。手間かけさせてんじゃねえ。砲撃手はどこだ。砲台を置くような場所を考えれば分かるんじゃねえかと。急がねえとここが吹っ飛んじゃうんだ。早く砲撃手の場所を教えてくれよ。ち、貴様らだって何度も目にしてる。そういう場所だよ。やっしゃいけ。攻撃されたらあなたたちも死ぬのよ。場所を教えて。階段を登らなきゃならねえ高いところだぜ。わかった。あそこ以外考えられない。何度も見ていたはずなのに盲点だった。攻撃手は間違いなくあの時計台の中にいるわ。
秒しか戻らぬとまずそうだ。進め。こいつがポーネグリフか、ニコ・ロビン。奇妙というか、なんというか。解読はできたのか。ええ、アラバスタのどこかに眠ってるはずの兵器、それを手に入れてこの地に最高の軍事国家を築く。そのために内乱を扇動し、国の乗っ取りを狙った。さあ読んでみせろ。世界最悪の軍事力、古代兵器プルトンはどこにある。記されていないわ。ここには歴史しか記されていない。何？プルトンなんて言葉は。そうか、残念だ。お前は優秀なパートナーだったが、ここで殺すとしよう。ポーネグリフのある場所へお前を連れて行けば、兵器の情報は俺に譲る、そういう協定だった。しかし最後にお前は公約を破った。あなたがそういう行動に出るなら私にも考えがある。ワニはどこだ。ぶっ飛ばしてやるぞあいつ。あの奥、ワニっぽいな。